はようございます、プロデューサー。昨日ははるかちゃんもちはやちゃんも私の家にお泊まりだったんです。私がいけないんです。萩原さんには本当に迷惑をかけてしまって。実は昨日3人で一緒にご飯を食べて帰ろうとした時に、ちはやちゃんお家の鍵をなくしちゃったことに気がついて、それでゆきほのお家に泊まろうってね。はい、幸いお店で見つかったそうです。さっき連絡がありました。だからお散歩がてらまた3人で一緒に取りに行くところなんです。2人とも難しいことを言わないで。